僕が作った世界なのに、なぜか僕はいなくて、あの日夢見たあの場所で一人口笛吹く。何度も転んで這いつくばでも、真っ赤なだるまは立ち上がり続けろ。こんにちは、今日は雨のため、湘南半チャンポは、中止で、今日も茅ヶ崎ハンサムベーススタジオから、お届けします。このね、まあ、謎の機械ね、ローンチパッド、プロというなんかね機械です。まあ、DAW のねコントローラーですね。まあ、ミディコントローラーちゃう。まあ、こうやってまあ音が出たりとかしますね。今まあいわゆるブルースペンタ、ブルースマイナーペンタの音が光ってて、まあそれにまあ合わせてね、まあ今こうコード進行でね、こう弾き語りをしてみました。でこう結構ね、まあ謎が多い楽器なんでね、まあ今はまあいわゆるピアノ風の使い方してます。でも例えばドラム風があったりとかね、いろんなねドラムを叩いたりとか、まあこうベース弾いたりとかいろんなことできるんだけど、こう謎じゃん。なんかボタンいっぱいあるしね。この叩くとこが64かな、88だから64かね、64あります。で、まあ、このピンクがね、まあルートですよ、ルート。まあこれは今俺はこう G のキーで弾いてます。なんでこう鍵盤と違って、ピアノと違って、これがもう G なんですよ。 G からのね、こうメジャースケールが弾けます。今ね、メジャースケールとかマイナーペンタ、マイナーブルースかね。ね、まあ、こういう感じで、まあ、鍵盤と違ってこうキーに合わせてこのピンクの音を変えられるんで、こうワンパターンで弾けるんで、ワンパターンで、これいわゆるこうギターとほぼ同じ配置です。ギターの弦とね、こうだ、これ6弦からのさ、6弦5弦からのブルースペンじゃん。ね、これ5弦ルートのいわゆる何セブンスコアみたいなね。これなんでできるかっていうと、これね度数なんだよ、度数。要は度数、音楽はもう度数なんで、こう俺は全て度数で覚えてます。例えばこれは1625っていうコード進行なんで、166ね、ドシラ、まあ要はラはね、ドレミファソラで6じゃん。だからまあ6度、6度ってことね。ね、ドレのドレは2度ね、ドレミドレミ3度みたいな、ドレミファドレミファ4度、ドレミファソドレミファソ 5度みたいな、そういう風に音楽って度数っていうのがあってね、それでね音楽を把握するとどんなキーでも同じように弾けるっていうのがあってね。でこのパッドはね、ここが1度とするとね、2度、3度、4度、5度、6度、7度、1度なんですよ。なんで要はコードってさ、1度とよくドミソって言うじゃん。ね、ドミソってのはドミソとね、1度、3度、5度、ね、これメジャーコードね、これマイナーコードみたいな、3度を下げるとマイナーだから、そういう感じでね、例えばジャズっぽいコード弾くにはね、ルート弾いて3度ね、これここに7度あります。これを弾くとおしゃれなメジャーセブンスコードね、もう5度は弾かないから、1、3、1度と3度、7度ね。でこの7度を
フラット7度にすると、フラット7にする、そうするとセブンスコードです。セブンスコードの1度3度フラットセブンスの3度を下げる、そうするとマイナーセブンスコード、まあギターでいうね、ギターのあのマイナーセブンスコードじゃんね。でセブンスコードの、ね、セブンスコード戻して1度3度フラットセブンね、セブンスコードの1度を上げる、そうすると、まあ、ディミニッシュコード、ディミニッシュの一部、こういうダダダダって、こういうやつ、こういうやつ、セブンス半音上のディミニッシュってなってます。で、マイナーセブンスフラットフィフスはこれがルートだな、ルートで、これがセブンスの音ね。で、ここにもね、マイナーセブンス、マイナーのこの音、マイナーサードのね、ルート、フラットセブン、マイナーサードで、マイナーセブンじゃん。マイナーセブンのここに、フラットフィフスあります。ここが5度なんで、フラットフィフス。これを、これがいわゆる、ハーフディミニッシュ。っていう風にね、メジャーセブン、セブンス、マイナーセブンス。で、マイナーセブンス、もう一個、こっちもマイナーセブンスなんで。マイナーセブンスからフラットフィフスを足す。これを。押すと、いわゆるマイナーセブンフラットフィフスを。っていう風に、ジャズで使える重要なコードが、こうやってすぐ弾けちゃうんだよね。あとは、ほんとギターと同じように、これがルートだと、これ6度があって、1、6、2、5、1、6、2、5、1、3、3ね。こういう風に、1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6、7、1っていう意味。まあこうやってね、音楽って度数で考えると、いろんなことがワンパターンになってくるんだよね。ね。12キーあるからいろんなコード進行に思えるんだけど、実はコード進行って、あんまないんだよね。例えばこれがね、ね、1、6、2、5は、例えばここはもう、ね。音違うけど、ただこう、キーが変わったわけじゃん。これを音名でやっちゃうと、ね、違うコード進行に感じるけど、実は度数でやると、1、6、2、5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 、全部同じなんですよ。ね。まあ、こういう風に音楽っていうのは度数で考えると、意外と、パターンが少ないっていうことに気づいてから、わしは音楽の仕組みが分かったから、ね、ぜひね、ハイブリッド度数っていう本を読んで、度数に触れてください。で、度数が分かっちゃうと、ギターもウクレレも同じ楽器だし、ね、こういうパッドもね、同じ考え方で弾けるんだよ。鍵盤とはまた違うね。鍵盤っていうのは度数で考えにくい楽器だから、俺苦手なんだね。でもこういうパッドはね、鍵盤の違って度数で考えられるから、わしみたいなこうゴリラでもね、指一本剣でもなんとなく弾けるんで、おすすめです。ね。シフトノートでこう出てくると、これ今、これはドレミファソ G。G を、ピンクを G っていうこと。これをするとピンクが F になります。ピンクが E。ね。ピンクが D。ピンクが C みたいな。こういう風にね、キーを変えられるんで、カラオケみたいに好き勝手。で、キーは、ここの、矢印の変えられるから、ね、今これが、C ブルースね。これが、C シャープブルースペンタ。で、D ね。これが D シャープ。これが E ね。こういう風に、どんどんこうやって上がっていくの。っていう風にね、いろんなキーに対応できて、一個の指使いで、まあ、いろんなキーで、まあ、対応できるんで、ギターで言うと、ずらすと同じ。ギターでずらす行為を、このパッドでは、このボタンでずらしていきます。で、このパッドって、まあ、楽器みたいに使えるけども、本来は打ち込みの機械なんで、ね、パソコンの DAW に連携させて、こういう風に、打ち込みをこう、コードを打ち込めるし、なんか、こういうちょっとソロっぽいことも打ち込める。ね。しかもこれは音がどんどん変わるんですよ。
音がね、いろんな音に変わる。今はピアノだったけど、これベースの音にして、こういうなんかこう、テクノっぽいベースにしたり、あと何がある？例えば、ブラスもあるのか。で、こういうブラスっぽくしたり、何かギターもあるのか、ギター系もあるのか。何だこれ。いろんな、こういう風に、いろんな音に変えれる。同じ指でね。まあ、こういうのはほんとね、結構楽しいっすよ、これ。例えば、オルガンにして、なんだ、ファンキーオルガンとかね。いいな、これ。こんな感じでいろんな音をね遊べるんで楽しいです。まあ、そんなわけで、まあ、ギターとかウクレレやる人で、まあ、打ち込みやりたい人っていうのはこれ結構おすすめかもしれん。俺ピアノ一切弾けないからね、今までもなんかこうキーボードでさちまちまやるのがすごい嫌だったんだよね。でもこれだとなんかこうなんちのこう感覚直感で弾けるからこれマジでね楽しいです。ローンチパッドプロと、あとね、こう、エイブルトンライブっていう DAW を最近ね、使い始めてめっちゃ楽しいんで、普通のね、DAW とは違うね。まあ、アコースティックのレコーディングとかはスタジオワンがいいけど、なんかこう、打ち込みでなんかトラック作ったり曲を作る。もう、最初から打ち込みで曲作ったり最近よくするから、そういう時には、エイブルトンライブというね、ちょ見る?こういう画面のね、ちょっと違うでしょ？普通のダウと。普通のダウってさ、こうじゃん。こういう横にこう、ね、流れるやつだけど、こういうね、モードがあるの。ここに一個一個に細かいパーツを作っていって、勝手に、何？このボタンで操作できるの。あのパートみたいに。放送 DJ みたいに楽しめるんで、曲がね、全然違う曲できるよ。で、このローンチパッド買うと、ね、エイブルトンライブ、の、無料版がついてきます。わしもね、今こう無料版使ってるけど、結構使えるね。でもちょっとずつ無料版じゃちょっとね、モノタリングになってきたんで、ぜひね、エイブルトンライブの皆さん、わしに最上位機種をください。ちゅうことで、音楽プロデューサー、ハンサムハンジの最近のハマっているおもちゃでした。バイバイ。